皆さんこんにちは。万歳大家のチャンネルにようこそ。今日の動画はバンコクハイコスパグルメミシュランビルグルマンのお店でいただくその9店目ワット・ファランポーンの近くシープラヤ通りにあるカニの身が有名なバミン屋さんでいただいたエビワンタンがプリプリで美味しかったです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳大家です。今回もバンコクの超お得なミシュランビブグルマン認定店をご紹介していきます。今回のお店ラーンサワンバミーガンプーは中華麺のお店でカニの身がトッピングされたバミーが評判です。店名にあるガンプーはタイ語の爪ということです。お店は地下鉄サムヤーン駅のワット・ファランポーン側の出口を出てシープラヤ通りをしばらく歩くと右側にお店があります。わかりやすいと思います。はい、皆さんこんにちは、万歳王です。今日はですねワット・ファランポーンに近いシープラヤ通りを歩いています。こういった、何でもない普通の道のねすぐそこにミシュラン、またまたミシュラン、ほら赤いでしょ、またまたミシュランビブグルマンのお店があるんです。この店ですよ、ほらほらここがバミーのねミシュランビブグルマン認定店です。今ね3時20分という微妙な時間に来ているのでお客さん全然いません。はい、じゃあこのミシュランビブグルマンのお店でいただいてみたいと思います。はい、3000と輝くミシュランビブグルマン、これもミシュランだな、認定証初めて見ました。2019ミシュラン、すごいね。でもって今回注文したのは普通のチャーシューが乗ってる、中華麺ラミナム60バーツ、それとワンタンのスープ入りワンタン、ここには出てないけどね、スープ入りワンタンを注文しました。到着しました、ラミーナーム、キャオナーム。はい、それでは恒例行事のスープからいただきます。よくある味という、よくある味ですね。こっちの角かな、同じ味です。こっちの方が熱いという。で、じゃあ恒例行事行きましょうかね。まずはサワサワ系。そしてこれをよく見ますね。これをちょっと取り渡す。これでどうかな。いや、丼が小さ。あ、これお酢っぽいな。しまった。こっちだ。こっちに入れます。
がしてしまった。よしよし、じゃあ麺リフトアップいきます。腰も入れすぎ。麺も普通の中華麺って感じですね。ちょっと細めかな。このムーデンチャーシュー、ちょっと甘い味がします。スーパーこれ、ルークチン入ってないですね。エビワンタン。エビが美味しい。美味しいです。はい、いただきました。お会計は1杯60バーツ、2杯で120バーツ、2杯で120バーツのミシュランビブグルマンです。こういったね、激安価格のビブグルマンだとね、連日ね、あのビブグルマンができますね。じゃ帰ります。では次のお店はいいかな。ねじらしく歩いてるね。にゃーん。にゃん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 。拉致しました。はい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 。車に引かれたら大変だもんね。どこ行ってたの？お腹空いたの？でもここにあるの顔にを守るだけだからね。はいはい、バイ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 。